聖ニノ、もしくは、グルジアの足と見つけるサニノは、四世紀のグルジアに、キリスト教を伝道、紹介した女性である。ニノはグルジア語からの転写。英語、ロシア語表記からは、ニーナと転写シュー聖教会、特に、グルジア聖教会及び、東方諸教会、カトリック教会で数敬される。英語、ロシア語の表記から、ニーナとも転写され、日本聖教会では、 ニーナが一般的であるが、グルジア語での発音はニノが近い。ユリウス歴を使用する聖教会では1月27日、修正ユリウス歴を使用する聖教会、グレゴリオ歴を使用する諸教会では1月14日に記念される。多くの広く伝えられる伝承によれば、彼女はカッパドキアのコラストラ出身であり、聖ギオルギウスの親類であり、 コンスタンディヌーポリからグルジアに来たという。他の伝承によれば、彼女はローマ、エルサレムもしくはガリア出身であるという。彼女は奇跡的な癒しを行い、グルジアの女王7、続いて狩猟旅行中に闇のうちに失明したが、ニノの神に祈った後で道を見出した異教徒のイベリア王ミリアン三世を回収させ、ミリアンはキリスト教を二十七年に国教とし、 ニノはグルジアにおける伝道活動を死ぬまで続けた。彼女の墓は東部グルジアの掛けィにあるボドベ修道院にある。聖ニノはグルジア正教会にあって最も数敬される聖人の一人であり、彼女を象徴するドウ十字はグルジアのキリスト教のシンボルである。オーソドックスチャーチオブアメリカ、ありがとうございます。